ハンブルクの朝市に来ています。最初入り口の方はなんか衣類とか果物とか多いです。レモン安い、これ安くない？なんかお花のセリみたいなやってます。フィッシュマルクト、フィッシュマルクトなんで魚だけかと思ったらこういうのもやってます。アムステルダム、ブレーメン、ハンブルクとかいろんな町から来てるのかな。魚いました、かわいい。じゃあ食べます、食べます。ホクホクが美味しい、パリパリ。歩いてたらコーヒーラウンジっていうのがあって、魚食べてここでコーヒー飲んだりもできると思います。
に行きます。行く前に行きます。イエー。ここは船です。うろうろしてます。学生は5ユーロで入れます。ぜひ来てください。おー、昔の使われてた頃の写真っぽいですね。1960年、今は23年。おー、すごい目玉焼き作ってます。かわいい。魚の量とか。あ、キッチン綺麗。すごいね。サンジみたいな人がいたんですね。おー、かわいい。こっちが。船の中ですよ、これが。なんかちょっとね、トイレみたいな部屋があったりとか、あとこっちはキッチン、ここは、あ、客室みたいなのさあ、次はどこに渡航しこ。さあ、次はどこへこうしようかしらっていう感じの景色でございます。ワンピース。続いてアンスルムステックスレストラン。ストラン入らないがちょっと危ないと思うので一回切りましょう。控え部屋かな。行ってみましょう。おお、すごいすごいですね。見ての通りこんな感じでエンターとかあったりとか控え部屋になってます。すごいですね。こっち来てみてください。こんな感じで何なんだろう、なんでだろう。ドイツ語。こちらエンジンでした。なんで下の方とかエンジン見えると思うんですけど、こんな感じで内部が見える感じになってます。で、そんなこんなでこんな小さな入り口を見つけたので入ってみます。狭い。おお、これまた面白い。なんか下の方を見てみると、あのシースルーというか中まで見えるようになってて面白い。で、多分船がどこを走ってたのかな、なんかそういう地図と船の走行経路みたいな書かれた図があります。あとは浮き輪とかいろいろありますね。超面白い。絵本見つけました。見てください、この楽譜があります。すごい。ちょっと歩いてみましょう。
あれ、なんか面白いの見つけました。さらに下に潜っていけるみたいです。行ってみましょう。いや、入ってきたんですけど、なんか不思議な匂いがするんですけど、めちゃくちゃ居心地がいいです。なんでだろう、いろいろありますね。なんかこういう置いてあるものの匂いなのかな、わかんないですけど、すごいなんかいい空気が流れてる気がします。あこれじゃないですか、違うかな、めっちゃハイテクなものが置いてある。あれかな、なんかあの物が悪くならないようにもしかしたら空気良くしてるのかもしれないですね。はい、本日は、フィッシュマルクトとリックマーリックマースの紹介をしました。両方とも船とか海とかハンブルクっぽい、とこだったので、ぜひ皆さん行ってみてください。この動画が良かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。